南国市にある警察学校で初任科生の卒業式が行われ、新人警察官たちが新たな一歩を踏み出しました。警察学校を卒業したのは28人の初任科生です。初任科生たちは去年4月に入校、およそ300日間法律や逮捕術を学んだほか、現場を想定した実践的な訓練などを行ってきました。式では県警の高清水義弘本部長が、初心を忘れず強く優しい警察を体現していただくことを期待していると激励の言葉を送った後、初任科生を代表して中田久和さんが答辞を述べました。初めて制服に袖を通した日の感動と決意を忘れず、全力で職務に邁進してまいります。今日付で県内10の警察署に配属された初任科生たち、4ヶ月間それぞれの警察署の現場で経験を積み、6月に再び初任補習科生として入校する予定です。中学校の時の職場体験で女性警察官が担当してくださったんですけど、その方が優しくて自分もそういった女性警察官になりたいと思い志望しました。女性警察官がいることで市民の方に少しでも気軽に相談してもらえるよう努めていきたいと思います。県民の皆様に信頼される警察官になりたいと思います。はい、式の後、初任科生たちは保護者や教官らに見守られながら警察学校を後にしました。